なんとかやってみるか。これはちょっと自信があるぞ。仕方ない、手伝ってやろう。当然の結果だ。仕方ない、手伝ってやろう。当然の。仕方ない、手伝ってやろう。当然の。よし、なんとかやってみるか。任せてもらおう。自信作だ。食してみてくれ。仕方ない、手伝ってやろう。おお、なかなかの出来だな。当然の。行きましょう。行くぞ。よし、ゲットだ。
いのがかかったな。それ。よし、ゲットだ。それ。まずまずだな。それ。へえ、いいのがかかったな。気を抜くな。
俺の番だ。今だ。ラガ、ここだ。任せて。行きます。そこです。行くぞ。マイ、チェイ、この手で。良さそうな宝箱だ。任せるがよい。崩したぞ。行きます。
Thank you.
終点ね。私の番だな。崩したぞ。行きます。そこです。マイ。
これで大丈夫だ。手強いぞ。気をつけろ。俺の番だな。任せるがよい。あ
せるか。任せるがよい。ありがとう。させるか。行くぞ。ありがとうございます。行きます。月よ。俺の番だ。ありがとうございます。アークス駆動。ありがとうございます。ほう、ありがとうございます。私の番だな。はっ、ありがとう。行きます。イブ、ありがとう。ありがとうございます。私の番だな。
私の番ね。ありがとう。感謝。俺の番だな。私の番だな。アークス君、私の番ね。セラと感謝。Thank you.
Thank you.
Thank you.
の制服は。え、ひょっとしてリーンの妹さん。ご自分の胸にお聞きになってください。お初にお目にかかります。リーンの妹エリサと申します。お帰りのところ恐縮ですが、少々兄を借りてよろしいでしょうか。私がユミルに帰った時以来になりますね。春、兄様がこちらに入学してから会える機会はあったはずなのに。それとこれとは話が別です。トリスタからテートまで鉄道を使えば30分ほど。中央駅から女学院のある地区まで動力トラムを使えば20分程度。妹の顔を見るのにその程度の時間すら割けないほどお忙しかったということですね。でも何ですか？ちょっと個人的な事情があったというか。とにかく私が兄様を鬱陶しいと思うなんてありえませんから。ええ、もう空の女神に誓って天地がひっくり返ってもないです。少なさももちろん大問題ですが、私が今日訪ねた主な理由は当然別にあります。どうやら本当に自覚がなかったみたいですね。なくても家を出るってどういうことなんですか？父様と母様に親孝行ってどうして改まって言うんですか？まさかとは思いますけど。家を継ぐつもりがないとかそんなわけありませんよね。血のつながりがなくともシュヴァルツァー家の男子は兄様ただ
一人。帝国法でも養子の家督相続はちゃんと認められているはずです。私の気持ちも兄様のバカ木年人わかりやすいわ。ない嫌い。Thank you.
よう後輩、何してんだ。気になるなよ、リン・シュワルツァ。ユミルの領主が拾った羊も知れぬ不老児ごときや。テートにある聖アストライア女学院の制服だったか。どうしてこんなところにいる。すみません。いや、別にその責めているわけじゃないぞ。そうだ、せっかくだし名乗っておこう。僕の名前はパトリック・ハイアームズだ。聞いたことくらいあるだろう。ハイアームズ家の、お初にお目にかかります。シュバルツァー男爵家の娘、エリゼ・シュバルツァーと申します。エリゼか、いい名前だな。待て、シュバルツァーというとリン・シュバルツァーの妹か。はい、リーンは私の兄ですが。よりにもよってあのいけつかない男の妹とは。待てよ、養子ということは血はつながっていないわけで。どうやら兄と何か確執がおありのご様子。ご不快にさせたくありませんので失礼いたします。いや、別に不快ということは。おい、そっちは。後輩、見かけた方向に案内してやっから。
するぜ後輩。パトリック坊やはジョーちゃんを頼んだからな。坊やもやめろ。すみません先輩、頼みます。オーヨアークスの戦術リンクも試すぞ。マイ、俺の番だな。さて行きますか。手で道を切り開く。よし、やったぞ。修羅場は半年前に卒業してるっつうのに助かりました。でも先輩、アークスが使えたんですね。おう、お前ら7組のための試験導入に参加してな。トアやジョルジュ、ゼリカたちとはその時からの付き合いってわけだ。そうだったんですか。兄様、エルゼ、大丈夫か。どこか痛むところはないか。ええ、地響きに足を取られて転んでしまっただけで。それに兄様が守ってくれましたから。
あの日みたいに。ううん、あの日とは違う形で。そうですよね、エリゼ。ああ、なんとか乗り越えられたよ。揃ってご到着のようだな。リン、大丈夫？妹さんは？よかった、無事みたいだね。これは巨大な甲冑。暗黒時代の魔道の産物のようだが。どうやら尋常ならざる事態が起きたようだな。うん、激闘の後みたい。みんな、サラ教官も。やれやれだ。でも妹さんも含めてみんな無事みたいだね。ああ、聞いていた以上の美少女っぷりじゃないか。その扉と甲冑はちょっと調べてみたいな。たく、マイペースな奴らだぜ。サーラー教官も駆けつけるのが遅いっつーの。ごめんごめん、でもなんとかなったみたいね。どうやらその巨大な扉からデカ物が現れたみたいだけど。はい、私ちょうど見ていて。俺たちの話と合わせて詳しく報告させてもらいます。